隠密行動はちょっと苦手なんです。たくさんの実践をこなした分、強くなる。おい、尻尾をモフモフするな。体の各所に忍具を仕込んでいます。クレープ食べたい。ケーキも食べたい。つむぎたちと過ごす時間に迷惑など何一つないのだ。しっかり刀の手入れをしておこう。お茶屋さんでお団子が食べたいな。おい、耳をモフモフするな。体の各所に忍具を仕込んでいます。準備を怠らないようにね。よし。クレープ食べたい。ケーキも食べたい。観光する余裕はないみたいだよね。みんなと過ごせるのもいつまでかな。せっかくだから綺麗な着物をお土産にしようかな。観光する余裕はないみたいだよね。クレープ食べたい。ケーキも食べたい。遊びやすいように変更いたしましょう。
あれ？紬お姉様、それ何ですか？あ、これ。ウサギのマスコット。お人形さんよ。スマホにつけてたんだけど、こっちに付け替えたの。かわいいです。とっても。かわいいのはいいが、ずいぶんとくたびれているな。ちっちゃい頃に初めてもらったお小遣いで買ったの。破れたりしても自分で縫って直してたらこんなになっちゃった。私あんまりお裁縫は得意じゃないから。思い入れがあるウサギさんなんですね。魔王とか戦国時代とかなんだかおかしなことになっちゃったけど、この子と一緒にいると何が何でも元の世界へ戻るんだって、そんな風に思える気がして。そうね、そのためにも頑張って魔王が蘇るのを阻止しなくちゃ。それなんだよね、問題は。そういえば信長さん、俺が魔王を倒してしまうぞとか言ってなかった？確かにそう言ってたわね。でも調律の巫女じゃなくても魔王を倒せるのかしら。信長様にできないことなんてありません。なんといっても天下すら手に入れたお方ですから。できればそうなってくれないかな。自分が調律の巫女って言われても全然実感ないんだもん。それも違います。紬お姉様は確かに調律の巫女様です。ありがとう。できるだけ頑張ってみるよ。とにかく先を急ごう。できれば信長さんを追い抜かない程度に。俺の名を呼んだか。信長様、お怪我はありませんでしたか？見ての通りだ。信長さん、どうしてここに？調律の巫女に用があってな。歴史の教科書に出てくるような人が私に用事？なんでしょうか。用事っていうのは。
何か喋ってくれないと怖いんですけど。困ったな。私、織田信長について何も知らないし、せめて教科書があれば何か話題が見つかったかもしれないのに。戦国時代に来るときに教科書なくしちゃったしな。このままじゃ息が詰まって窒息しちゃうよ。助けて、イオちゃん。信長様、ご用事というのは？調律の巫女よ、お前と刃を交えるために来たのだ。なんだ、そんなことなら早く言ってくれれば。刃を交える？どういうことですか？刃を交えると言っても稽古のようなもんだ。魔王の祭壇にたどり着く前に強くならねばならんのだろう。どうしてそれを？でも私が戦国武将の織田信長と戦う？ない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 、お稽古でもありえないって。麦お姉様、信長様が直々にお相手をしてくださるなんてめったにないんです。これはすごいことなんですよ。稽古なら死ぬこともないでしょ。やるだけやってみたら。信長さんが強いのは確かなんだし。これ、もしかしてやらなくちゃいけない流れ？頑張ってください！頑張ってね。マジか。じゃあちょっとだけお願いしよっかな。うん、よいぞ。刀を。え、真剣で稽古するの？ちょっと、立ち筋が甘い。こういう時はこのように返すんだ。うん。
いよ、このおじさん目がマジなんだもん。本気でし合ってこそ稽古も身になるというもの。お前も遠慮せず俺を殺す気で切りかかってこい。もうめちゃくちゃだよ。これじゃあ魔王の祭壇にたどり着く前に死んじゃうって。死なずに済んだ。なるほど、筋はいい。調律の巫女よ。いや、紬と言ったな。そうよ、調律の巫女よりは名前で呼んでくれた方が嬉しいかも。紬ならば魔王とも互角に切り合えるだろう。絶対に私よりも信長さんが魔王と戦った方がいいってぐっ正直な娘だ。しかし残念ながら俺は光秀を追わねばならんのだ。それで稽古をつけてくれたんだ。俺の刀を受けて学ぶものもあっただろう。冥界をうろついているガキどもは、なんて言えばいいのか。ありがとう、信長さん。礼などいらん。さすがは信長様です。よかったですね、紬お姉様。あんなお稽古もう二度とごめんだけど。ではいよよ、それに異界の忍びたちも紬のことは任せたぞ。信長様、どこへ。言っただろう、俺は光秀を探す。紬、お主あのおっさんに手も足も出なかったな。
だって織田信長って連戦連勝の戦国武将なんでしょ。叶うわけないじゃない。Thank you.